はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル。今回は強化黒金投手でやっていきたいと思います。で、デッキの方はかなりガチな編成できてます。西谷くんのね、PSR プラゴを借りてきたので、こちらを入れてるのと、あとまとも2人組と、球速をね、やっぱり気にしていきたいんで、今回、野五郎くんを連れてきてます。で、前変化球の神楽坂くんと彼女枠は、ルナちゃんですね。でまあ、デートするときはね、そんなに体力回復は気にしなくていいところが黒金にも合ってるかな。まあ、これでやっていきましょう。で、アイテムがそうか、毎回ルナちゃん連れてくると恋愛成就が必要ないんで回復アイテムをね、持ち込むことが多いんですけど、ここは回復アイテム、まあ、買えるっちゃ買えるんで友達スタンプを持ってきてみました。まあ、ある程度ね、消化もしないといけないんでアイテムを。でまずは最初、ルナちゃんの評価上げていきますか。怒りのね、マインドブレーカーがどうしても球速を上げてないと成功率が下がっちゃうんで、144ですね、144。変化球に、のごろうくんか、ちょっと一応他見よう。まあ、のごろうくんでいきますか。のごろうくんからはね、あんまりコツは期待できないんだけど、打球反応かどうだろうな。そうすると友沢のね、通常イベントどう持ってこうかなっていうのがありますよね。コツがあるけど10%、虹谷か。ここ結構いいね。もう攻めちゃう。よし多分これね、怪我してたらリセット案件でしたね。ああ、ただいや、35もくれんだ。すげえな。70ももらえるんだ。それでかいね。でちょっとさすがにここはもう、あー、コツが来てるけども、のごろくんか無理。メンタルにしましょう。9月の1週がね、回復入るんで、あとは金儲けがどうなるかだよね。やっぱり強化黒金は説明は必要ないです。おお、どうする。50円だったら監督にかけるのもありかな。今200円はね、ちょっとなくしたくないんだよね。まあ、ちょっとダメ元で50円でいきましょう。お願いします監督、あなたに全てを託すダメだまあここは別にダメ元でやってたんで、まあ300円か。可愛い指輪とかマジ必要ないからなあ。玉持ち売ってるね。玉持ちは神楽坂くんがあるんだけど、ジュースはちょっと1個は確保しておきたい。玉持ちちょっと買っておこう。バント封じはいいかな、なくても。こんなもんか。金があればな、ちょっと技術強化も買いたかったんだけど、さっきの監督が失敗したんで、ここでいっぱいあげられるな。印象ポイントも上げられつつ、評価を上げていきますか。まあ、友沢がね、コツの経験点になった場合、臨床ポイントを多少なりともくれるんで、あとはルナちゃんはもう乗ってるから、ここも3人いるんで評価上げていきましょう。で9月の4週、あれいない。おお、またここにいっぱいいるね。まあこれは評価上げていこう。まあ、ただ、敏捷ポイントもね、割と確保できたんで、どうしてもね、脅威の切れ味を取る都合上。で、ルナちゃんは、まあ、変幻自在でいきましょう。あ、ルナちゃん、こっちか。まあ、太陽でいこう、普通に。で、体力の回復量的には、どうだろうね、ちょっと足りなそうな気がするけど。まあ金儲け。ブランニーク、ブランニークをここはちょっとゆかり様でバイトしかないし、おお体力が下がっていくねここは。 OKOKOK。 いやルナちゃんはねマジでいいよ本当に。5億円かかるけど実際には5億どうなの。だってルナちゃんにさ5億渡したらさ、それ贈与税だよね。普通に贈与税かかるよね。あ一応買っとくこれ10、130円はちょっと高いよね。あ低めも欲しいといえば欲しいんだよな、その特殊能力的に。でもな200円しかないからね。メンタルでコツを取りながらいけるか。神楽坂くんなんでリリースとカッチュンは潰したい。リリースと玉持ちは、まあ、ちょっと最悪5でもいいかな。経験点がなかなか厳しいからね今。ここで神楽坂くんいきましょう。練習虹谷の金徳。虹谷はねドクター K を取らないといけないんで、いやでも研究されてもさ打てるっていうところがすごいよね相手チーム。おわおわ体力がなくなっていく。最悪飲もう。あ、虹谷はちょっとこれコツがいい俺的に。パージュースでいいな。よし、いやほんとこういう場面でも役立つよね。できればまあでも70は確かにでかいか。ほんとやっぱりでもコツが欲しいんだよね。よしこれで10月4週練習ができる。おいいねのごろくん。48円か。あ何くれんだ。スタミナ練習図鑑か。まあ悪くはないね。てかさポイント多いね。まあのごろくんはポイントくれんのしょうがないんだけど、虹谷のコントロールコツと碇守くんの休息コツが欲しい。ここは岩井くんで無難に行こう。頼むぞ無難に。よしよし、まあ無難に。まあここはねもうこんなやつら知らんじゃあね。グッバイ。おおこれは断ろう。420円。タフはまあちょっと買ったじゃなくて使う。練習図鑑も使う。どうする。あ購買券があるじゃん。まずこれを買おう。で新流石買ってスナックちょっと一応もう1個買っとこう。どうなってるか。あ達人の極意が2つある。ただ変幻自在はまあルナちゃんから取れるからちょっとこれは取り置きしよう。取り置きして1月に買いたいね。安くなってる時に。守君リリースは掴んであるんで、あとはタイピン関係か。コツタイピン。休息が良かったけどこれどうする。なんだかんだで打たれ強さも神楽坂くん持ってるよね。それかでも打球反応を潰しておく。いやまあちょっと上にしよう。いつもだったら下にするんだけど、なぜかのごろうくんがね打球反応くれたんで、ここは練習試合にしましょう。最近練習試合がしょぼいからな。きたー SG 高校なんなのよもうまあ打撃っていうかダメージはそんなにでかくなかったけど、シラスとか来るとほんと痛いからね。まあここはちょっと精神を取っておく。あれ技術だったっけで神楽坂くんの金徳キレット奪三振まだ両方来てないよね。でお金が欲しい。ダブルタック。あれこれ虹谷なんかくれるんだっけ。あくれるね。おお変化球極意書か。かなり悪くない。黄色い線とかどうしよっか。別にさ、モテモテいらないからね。まあ中にしよう。まあムード丸があったところで、なくてもいいんだけど、そもそも手に入んなかったか。直取りムード丸になるかの。けー、コントロールと変化球が下がっちょるよ。変化球下がったの痛いな。あーっと、それ今いくら ?337 か。ゆかり様にちょっとかけよう。頼むぞゆかり様、お願いします。もう全然ダメだ。新流石買ったよね。まあ買ったよねって言っても、まあ確率は確率だからね。いや、まあこのコンボもね強いよね。本当に強キャラ2人でコンボが起きるっていうのはね、本当いいよ。137、137円しかないよ。まあちょっと10円券は買っておいて、金を貯めなくては達人の極意の金を、タック優先でいくか。100、こっちは100円以上稼げんな。変化球を稼ぎたい気もするけど、こっちに走ろう。金に走ろう。今は残ろう。まあ練習早く球速骨が欲しい。まあ3でいいんだよ。せめて3でいいんだけどな。虹谷、ちょっと虹谷はコツを欲しいから、こっちしよう。コツくれ。雑さんよし、とりあえずよし。ライジングキャノン、うおもうちょっと遅く来てくれたらな、嬉しかったんだけどな。っていうかルナちゃんのさ、評価どうなってるっけ。ルナちゃんに関しては気にしないとね、お正月が一緒に過ごせない可能性があるんで。ただなんか買ったよね、その上がるやつ何個か。大丈夫かな。スカウトもな、1回上げときたいんだけど、達人の極意が360必要だから、ここはちょっと我慢しよう。もう球速めっちゃ来るな。早く球速骨が欲しいんだけど、まあ一応球速が3人いるっちゃ3人いるからね。虹谷が2つだから。でルナちゃんに関してはここがね、大凶じゃなければいい。とにかく中吉、よしよしよし。で金儲け360円。ここはマジで無難に行こう。事業筋力つきます。110円だからね。50円だったらなんとかなるでしょう。仮にすっからかんになったとしてもすっからかんまでにはいかないけど、協力しよう。神楽坂くん、まあ体力マックスのやる気マックスだからいけるっしょ。いやさすがだよね、本当に。もう神楽坂くんはね確定と考えていいからね。280円まで下がってか、野球超人で持ってんじゃねえかよ。いや金儲けがうまくいけばこの2つ変えたのにな。千丸の方が大事だよね。ただこれ取り置きしよう。じゃあせめて取り置きしよう。あー、ここで購買。でもこれ買ったらさ買えなくね。ちょっと待って、金だな。もうだいぶ筋力がたまり始めてきた。スタミナを上げるあれがないね。ちょっともったいないけど135まで上げよう。わ、ここに怒りがいるのか。怒りがいるんだけど、こっちだよね。金を金、まあ、のごろくんがポイントくれるのはいいとして、ここを通過すれば OK で、のごろくんは、まあ、普通に怪物級でいきましょう。伸び骨がね今回の編成だと取れないんで、街道は重いし、神楽坂くん、まあ、虹谷だから神楽坂くんでいいかな。奪三振が掴んであるんだっけ。奪三振が3だね。3で潰そう。一応センス丸になってるからね。あとはキレ、キレが欲しい。打たれ強さ、まあしょうがない。精神はねちょっと不足しそうなんで、ここどうする？回復する？回復しようか。ルナちゃんが全然デートしてないね。まあまだまだ大丈夫なんだけど。で1月の4週はルナちゃん骨、虹谷骨、これは虹谷骨でしょう。よしよしよし、コンコツを掴んで構わないにして調子安定を取っていきましょう。でこれはね続ける必要はあんまりないからね、身長盗塁とか謎のものがつくけど、岩井君と授業にしよう。あ、会員権どうだった？まあいっか、もう1個買ってあるしね。けえこれ本当アイテムはさいいの出てきてんだけどさ、金儲けがうまくいかねえわ今回。いや100円しかないとか、マジか、変幻自在が来てんね。もう無理だよ、買えないよ。金儲けしくじるとな、ここ本当にきついんだよね。いかりくんタイピンは置いておきたいよな。ちょっと急速骨にかけよう。急速骨タイピン、もうしょうがない。ここは金もらった、ありがとう。今10円でも超貴重だからね変化球西谷やろう。ダブルタック、あ、そっか、神楽坂肩マッサージかキレ、オッケー。キレもね取っちゃっていいよね。ストレートにしてドクター系進めていきましょう。ちょっとここ学んどこう。回りくどいアプローチよりも直接的な表現で伝える方がいい。なるほどね多分変化球だと真逆のこと言ってきそうだよね。変化はどっちがいいかな。ちょっと変化にしよう。最初の方が割と球速練習してたんで、ここは怪物球でいきましょう。外野で遠投、それで297円か。まあ、ろくなのねえな本当に。やべとかさ200円もかかるのか、無理だよ。体力消費激しい、筋力つきますって言われてもな。ちょっと宝塚くんにしよう。もうやらないっていう選択肢もあるっちゃあるんだけどな。まあでも90円稼げたんで。387円、超人伝が買えるといえば買えるけど、スポーツジムチケットは買っておきたい。これも買っておきたい。10円系ちょっと買っときたいよね。コスパがいいからねやっぱり。まあ取り置きしてる分にはずっと残ってるから、まあ少し安いものは買っておきましょう。いやこれはいいね。ちょっと待って、気力あふれるぞ。もったいないけど、144まで上げちゃおう。じゃあ一旦コントロールC にしとこう。スタミナはまあいいにしておいて、伸ばせそうになかった、精神の関係でね、伸ばせそうになかったらちょっと中継ぎ系のキャラにしていきますか。おお、筋力強化。そしてこいつは練習、いつも通りだね。構わないにしよう。練習できるかな。その前にフリーマーケットか。精神ちょっと欲しいね、買っとこう。でマッサージ機みたいなのがいらないから、マッサージ機売るか。マッサージ機63円、増えた？よしよしよし。やべくん。あ、メンタルに来てるか。神楽坂くんは、あとはなんだ？キレは、まあ、別に3でいいでしょ？脅威の切れ味はじゃあ取っちゃおう。他。玉持ち結構重いんだよね。他何があったっけ？神楽坂くんって。まあいいか。いや、デートがマジで進んでないわ。ポイントだったか。おらいけ！撃たれたー。野球全然わかんないんだけどさ、球が重いってさ、どういう風にすれば球が重くなるの？これどうしよう。結構球速キャラになるね。やっぱりノゴロウがいるとだいぶ筋力に寄ってくるな。ポイント的にはもう圧倒的にこっちなんだけどな。変化球ポイント欲しいんだよね。てか変化球何も覚えてねえし、そもそも。なんか球速速くなりそうだからスプリット覚えるか。スプリットしかも伸ばしていこう。でちょっと変化球だな。やっぱりダブルタックなんで変化球にしましょう。あ、そうか、友達はさらに肩クラブとかマジいらんわ。あとデートが本当に進んでない。4567、うわ、どっかで2回やんないと。宝塚と授業だな。よし、大成功。とりあえず大成功すればこいつ結構もらえるからね。800まで持ち直してきたか。じゃあ超人年買おう。買っていいよね。ただどうする？なんか残しておいてどうのこうのってなっても嫌だしな。パージュースはまあ安い。これも買う。ちょっと待って、あとアイテム使えるやつこれ使う。使って、まあ、精神も使っていいでしょ。ジムチケットももう使っていいでしょ。肩グラブとかいや使おう。あとはだからここら辺買って1個欲しいね。精神ちょっと欲しい。135投資か。玉持ちちょっとこれでもう掴んじゃおう。野球超人にはまだ置いとこうとか言って忘れるんだよね。ガチャコーナーいくらなんだっけ？ちょっとわかんねえや。500円か。グレートに行こう。いらねえ。いや、まだいらねえかどうかわかんない。いるかもしれないね。いるかもしれない。万能スケジュール帳。いや、すげえな。二次谷の。35、35はすげえな。これもうちょっとな。いや、これやりてえよ。これ絶対やるでしょ。やばい、デートがマジで進んでない。ちょっと待ってね、一回。怪物9は取ろう。2人強さとタイピンも掴んじゃっておいて。緩急なんてくれる人いたっけ？他に。いないね。ちょっと取っちゃおう。で怪物給与取って減らして、玉持ちもいいでしょ。で強打者も取ろう。そうするとこんなもんか。で8波ある。これちょっとマジで怪我したくないから G かーじゃなくてこっちかあるはず。よし、で G 買おう。精神だね。足りないね。精神を1個買っとこう。いや、もう1個買うか。大丈夫だな、あるな。買おう。239円あればここでなんとかなるはず。あ、でも200円までしか稼げないのか。まあいいや。誰だお前か。あ、でもコツくれた。根性。これはやろう。金を稼ごう。もう1回来い。60円か。って金儲けして、ちょっと5月は集中的にデートに走る。ゆかり様200円、タクス。 OKOKOK、 まあ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 で、エースの威厳が始まったね。これ分からないでいっか。これどうすんだっけわかんねえ上だか下だか。700円。虹谷のコンコツがどうなってんだっけな。まだ3だよね。急速骨ちょっと本当にさあ。でもな、落札すればどうせ体力回復するんだけど、いや虹谷はちょっと欲しい。なんだかんだでマジでデートできねえ。まあ経験ってくれてもいいんだけどさ。分かってますと、もう100円いきましょう。ほらいなくなれ。よし、練習が結構いいよね。怒りだよ、これはやりたいよマジでこれはやろう。スタミナ4も上がったな。やった、ようやく急速コツきた。でちょっと一応これも見よう。ルナちゃんか。ルナちゃんはいいや、ちょっとデート進める。無理だ。155にしておこう、急速を。からのデートだな。もうちょっとデートだよマジで。進行ゼロだかんね。でまあルナちゃんはね回復するわけではないんで、どうだ。眉毛に全てがかかってる。おおダメだ眉毛がへにょへにょしてるドクター K、 金も K。またゆかり様に頼むか。 OKOK。 さてラスト、エースの威厳。別の要素はないのかなと。もうあとは流れに身を任せるしかないから。おおと思ったらセンス丸の方かこっちは買っておこう。もうさすがにいらないからね。事務チケット使うでしょ。技術技術技術だな。技術もでもすげえ余るってわけじゃないからね多分。買っておくな、買っておこうか。いいやこれも買おう。投資をどうするかな。最終的にはルナちゃんか。ワンタックコツか。変化球もな、確かに足りてないは足りてないんだよね。まあ、コツはもうちょっと、いやもったいないはもったいないよな。まだ悩みどころだな。マジで悩むなこれ。ドクター系は結構重いね。根性は取っとこう。ちょっといや一回やろう。あ、そもそもかもらってねえやん。打球反応 OK。 もう金はいらないからね。金はいらないから練習しよう。体力下がっちゃったから。根性なんてもらえんの知らなかった。おいねいね、どんどん体力が下がってくからの。こいつらなんなのマジでマジでなんなの。アイテム使いたいんだけど、これは使っとこう。使いたいんだけどさ、デートするしかないよね。だってもう全然間に合ってないもん。6月の要習もデートしとかないと怖いよな。野球超人伝ってさ、投手の場合何が上がるの？変化球ってポイントかな。まあ、補充されたんで、まあ、見るは見ましょう。変化球はちょっと足りない。逃げ玉。達人の極意はもともとあれか。これ買って、筋力はまあ大丈夫でしょう。ブンブン君人形が買える強振対応とか。こんなもんか。野球超人伝は置いておく。で、変化球のスプリットはちょっと7にしよう。もう2球種を伸ばして高校にしよう。変化球友沢か。まあワンタックコツ美味しいは美味しいんだけどね。ちょっと練習はいいの来てるけど、序盤のな金儲けがなもうちょっとうまくいってればね。球速勝負だなここは。スプリット7って、あ、割と曲がるね。7なのか8なのかよく分かんないけど、変化球はね一応数値的にはっていうの8まであるみたいなんで、曲がり具合か。よーし、ちょっとタイピンはね掴んじゃってるんですけど、まあ、ポイントがね全然違うからね。で7の1とルナちゃん、いや友沢ってやっぱすごいよね。技術乗っかるよね。ただ今はね変化球ポイントが欲しいんだけど、ジャイロボールはさすがに直取りしようとするときついよね。ちょっときついよね。まあ、センス丸があるとはいえ、これ安っ安って言ってもさ、6使うのか。あの変化球ポイントが余った時のためにね、ちょっと俺手応えとかもね取りたいんですよね。変化球ポイント余んねえかそもそも。できればポイントが欲しかったけど、まあいいか、ジャイロボールでも乾燥するか。ちょっと待って、友沢乾燥しました。あと守君だけで終わる。でここは本当はピンちゃんがいいんだけどさ、チャンスでいいやすぐこうねめんどくさくなるんだよね。スタミナちょっと D までは置いておこう。あれ、そういやスプリット1球種しかない。もう1球種取っておくべきだったか。1点取られてる。しかーしうちのチームはこいつ弱えな。あれジムチケット2つくらい使ったよね。使ってなかったっけ。1個だけだっけ。弱くねえなんか、まあ、俺が弱いのはしょうがないんだけど。F とかだとねホームランに持っていけないよね。なんで下位打線で頑張んなきゃいけないの。頭抜けたわ。いやもうサクサクだね、サクサク。あとはちょっとデートどう3タックとか来る。ゴー待って何回デートした。あと2回か。3週4週か。いやだ、これはやるでしょ。だってやるよ、それやるよ。どうだ、オッケー。と言ってもあとルナちゃんがちょっと怖いんだよな。しまった、マインドブレーカーいくつ使うんだっけ。敏捷必要なんだよね。忘れてた、マインドブレーカーの分がマジで忘れてた。力が来たら終わる。よし、とりあえず4回目。いや、マインドブレーカーの分の敏捷マジで忘れてた。やっぱり敏捷ポイントをくれるキャラって重要だよね。だから風薙もね、やっぱり考えたんですよ。野五郎くんの代わりに風薙入れようかなと。で、虹谷はまあ PSR はちょっと借りれなくなっちゃうんですけど、最近ね風薙のね助っ人をね見ないんですよね。割とね探してたんだけど出てこなくて、諦めて虹谷にしたっていうパターンなんで、ピッチャーはねやっぱりね風薙はね俺すげえ優秀だと思うんだよね。まあノイマーとか最悪岩井君はまあこの人かなAA あるしね。お、またまた来た宝塚くんね。スプリットはボール、まずは外角高め。第2球。これはストレート。あとはそのままさーっと進め。まあまあまあ。持ちもな能力だけ強えよな。これさ、あ、そうか。ここまで来るとこっち何持ってんの？広角打法なの？広角じゃないけど。下位打線マジ弱えな。よし、0点に抑えた。変化球ポイント足んなそうだね。やっぱりちょっともうタックを見るのも、ここでまた3タックとか来たらちょっと悔しいからね、封印しておこう。で、ここは、変幻自在でいきましょう。最悪ちょっと友沢来てくんないと困るな。2回守備でやれば大丈夫だけど、技術もちょっと余りつつあるか。まあちょっとコントロールはじゃあ A 目指すか、せっかくだから。で、変化球ポイントはまずはちょっと変幻自在は取る、ど根性も取る、ジャイロボールも取る、マインドブレーカーは密集が足りない。だから守備練をしなきゃいけないんだけど体力がなくなりそうだから回復させよう。マインドブレーカーも最優先だね。あとは俺が自動で打たれなければなんとかなる。2球締め取るか。どうする？高速スライダーにしよう。3までしかいかないか。変化球伸びないねやっぱり。その代わり球速はねまだもうちょっといけそうだからね。急に点取られてるし、なんかさ、この下位打線くんから始まるの、まあ、上位打線が打って結局下位打線に回ってくるっていう話なんだけど、まあ、とりあえず2塁まで出て、これは正面にいったか。チャンス。おう、また同じパターンだな。下位打線、上位打線陣何やってんの。1番2番で打ってくれれば3番4番とかでさ、俺の出番が回ってくるのに。岩井君よ、よしよしよし、どんどん打ってこう。代打、こいつない、やる気ないよ。パワーがなさすぎるよ。もう構えからしてさ、ホームラン打つ気ないよねこいつ。三振持ってんのかい。しかもまあ犠牲フライでもよかったんだけど、やべ、チャンスはないけどパワーはある。さすがでヤンス、なんだかんだですんげえ点取ってんな。諸葛のさ、1球投げるごとのさスタミナの減りがやばいね。ここで打者一巡してバッターはセイ。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げた。いや振ってこう、入れてくる。入ってはこない。ほら競争心、負けず嫌いなんだね内海君は。これはボールだね。でもなんかバッティングは割とここまでくればどうでもいい気がするんだけど。フォアボール。チャンスの男。これってさ、アウトになってるし、めちゃくちゃ点取った人って何点まで取れんだろう。ダブルタックだ。いやちょっと確実にさ、確実にいこう。もう本当にいくつだっけ、あと1回だよね。もう確実にいこう、確実に。最悪、最悪な話、ここで負けてもマインドブレーカーは取れる。よし、マインドブレーカー OK。スタミナをちょっとじゃあ C まで持っていく。待ってね、野球提灯でいくつ上がるんだ分からんから置いとこう。さあ焦点にか黒金先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でカットボールか。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、外れた。ボールツーボールワンストライク、バッティングカウント。これだな、スリーラン。1点取られてしまった。持ちいい。あれ岩井君あんまり足速くない。スポーツジムチケット1回か使ったの。第3球を投げた。まあまあまあ、なんとか1点に抑えたね。しかも投げ切ったし。それなりにもらえるね。早い割にはもらえるで、使おう。野球超人で球速をどうしようかな。どこまでいく ?158。球速多分1とかしか上がんないよね。まあいいや、150、160にしておまけであげるみたいな感じにしよっか。じゃあおまけで野球超人でほい、まあ、球速1だよね。333か。変化球ポイントは120。バントスケジュールを使おう161になったね。じゃあ高速スライダーは5まで持っていけるかな。第2ストレートも欲しかったんだけど、まずはじゃあコントローラー A にしましょう。でスタミナはじゃあ B にしましょう。なんだかんだでスタミナ B になったから先発は任せられるな。まあ根性あるからね。打球反応が取れなかったけど、まあそれはしょうがないとして、あとはいいか。コツ神楽坂くんなんかある。まあでもせっかくだから曲をもらっておこう。もしかしたら変化球ポイントかもしれないけど、コツ尻上がり。なるほど、先発だから尻上がりあってもいいよね。チャンスにして尻上がり取れるかな。45か筋力、あ全然取れるわ。あ取ろう。変化球ポイントを使わないよね。使わなかったのもまあまあでかいかな。もう1はちょっと上げたいね。高速スライダー持ち。わすげえ打ってるな。さすがだな。速っ、マジ速い。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。投げました。もう完全なボール球。カウントはツーボールワンストライク。投げました。きた。もちとか。こいつはどんだけホームラン打ってんだよ。この大会で。なんかあるかね、その大会中で1チームどれだけホームラン打ったか記録みたいな。宝塚が足速いかなやっぱ。この辺は本当に能力的に弱いからね。おお抜けてった。宇宙にヒットを放ちました。黒金なおもチャンスが続きます。見送ってボール。ムード丸第2球投げました。いくつ増えんだっけパワー。第3球はインコース低めストライク。バッター追い込まれました。追い込まれてしまった。追い込まれてしまったけどカウント2ボール2ストライクです。投げた打った。おお頭抜けた。怒涛だな。矢部はもう一発狙ってこう。あー犠牲フライかな。まあしょうがない。いやさすがに抑えるね。最後1点取られたけど投げきったよね。まあこんだけ入ればいいでしょう。まあ、これでもね一応センス丸があるからね、ここまで伸びたっていうのはあると思うんですけど、やっぱりね全てが爆発すると強いんだけど、序盤のね金儲けが本当にね惜しまれる。2位か。結局先発になっちゃうね。中継ぎがすげえ不足してるんだよね今うちのチーム。どうしてもねスタミナがね上がっちゃうからね先発にせざるを得ないんですよね。別にスタミナあったっていいじゃんって思うかもしんないけど、あ尻上がりここでもらえるんだっけ。毎回ルナちゃんこんな感じだよね。尻上がりさっきのは相当もったいなかったよね。だって最後の練習で尻上がり取ったからさ、置いとけよっていうのはあるけど、まあ8000は超えましたと。8000は確かに超えたんだけど、高速スライダーは上げられる。じゃあ技術はあるんでムービングファストを取りましょう。スタミナは S までいけるかな。じゃあこれをじゃあ A にして、あとは技術をめちゃくちゃ使う。なんかある対左技術を使い、あ低めだね。低めいいね。どうせ変化球ポイントももうあれだし、手応え結構な欲しい能力ではあるんだよね。なんとなく荒れ玉伸びが少しつく。どうしようかな。伸びが少しついてもいい気がするんだよね。これ回復とかってパワチャレに反映されるのでも、まあ技術っていう面を考えたら対左を1個取っておこう。で他要は取れねえし何も取れねえんだけどまあいいか。ちょっとなんかあげる。これあげてスタミナもあげて、スタミナあげるとこれ取れなくなる。なんかある。野手、ミート、パワー、守備。はい、というところで、やっぱ1000丸が来るとね、かなり伸びますよね。なので、もうちょっとあと1くらいね、高速スライダー伸ばしたかったんですけれども、まあ、最初の方にね、筋力がめっちゃ来たので、一応球速は160を超えることができましたというところで、まあ、球速の速い先発投手が出来上がったので、こういったまあ普通に使っていきましょう。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。